どうも今回のご視聴ありがとうございます。フェイトエクステラ実況プレイ動画パート3をねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで会話をね、勝者と話したいのだが、今日のところは休もうではないか。分かった、見ましょう。じゃあ、気分はどうだ勝者よ。要はな、実はな、そのすこぶる調子が良いのだ。勝者が窮地にあるというのにすまぬ。今も高ぶっているのだ、体も心もな。理由はそのあれだ、あれだぞ、そなたのせいなのだ。思い返すまでもなく、今なおはっきりと感じているのだ。そなたが世の全身を包んで新たな装いとなってあの時は勢いよく口にしたが、世はまさしくそなたと一体となったのだ。この高ぶりが伝わるだろうか。そう考えかけ感じたであろう。世の鼓動、世の感じるすべて、そなたはあの時確かに世を包んだのだから、そう思うとな、高ぶってしまって今も動機が収まらぬ。そなたはどうだ勝者よ。勝者、なぜそんな風に恥ずかしげに目をそらす。顔を赤くしたりするな。それではまるで世とそなたがセラフの往来で。いや、やましいことなどないぞ。ないったらないのだぞ。ないはずなのだぞ。私はおそらく今嬉しいのだと思う。私の視線をそらさずにいてくれて、なるべく目を伏せないでほしい。お前にそうされてしまうと私はやるせない。いや、正確にはやるせないという感情に似たものを覚える。私にとって感情と呼ばれるものは全て違うものに、破壊衝動に変換される。だから私は誰も理解してはいけないし、理解されてはいけないものだ。なのにお前は私を見つめてくる。それは不確かで不安で不快だ。私はお前さえいなければより自由なのに。それを忘れないことだ、マスター。逆らうのなら私はお前である。容赦なく壊してしまう。そうだ、お前さえいなければいい。お前さえいなければ私は、ああ、全く。いつこの夢は覚めるのか。どうしたのだ勝者。ほうほう、うむ、ほうほう、なるほどなるほど。白い少女とな、世と同じくセイバーのクラスとおぼしき。めまいの後に見えたと。なるほど、いわば原始せし少女の姿といったところか。
いかに体調が悪いとはいえだ。余とそなたとの大切な時間の最中というのに、何もほんのわずかなめまいの瞬間に浮気をすることもないではないか。ひどいぞわがまな。そういう話をしているのではない。おわ、今日はな、泣くぞ、泣いてしまうぞ。よいのか、それはもうワンワン泣くぞ。今湯は金剛石のごとき精神で耐えているが、もうダメだ、やはり耐えられぬ。名も知らぬ幻の女などに浮気されてしまって、要は恥ずかしいの耐えて話したのに。ずるいぞ、そなたはずるい、なんということだ。泣かせないなどと言って微笑んでみせる。そのようなテクだ、どこで。いや、それこそがそなたなのか。精神のそなた、情熱が形になったかのような。ああ、そうか、そうなのだな。今のそなたはおそらく情熱そのものなのだ。道理であれこれと前のめりなはずだ。あらゆる事態に前のめりなのだな。セラフの国取りやレガリアの奪還だけでなく、その妹のことにさえ。世をたっぷり高ぶらせたり戸惑わせたり好き放題して眠るのだな、奏者。よい、そんな奏者も世は好きだ。だがこの借りはきっと返すぞ。忘れるな、情熱の奏者や。さて、恐悦ながらご報告申し上げましょう。秦王御自らによる快進撃目覚ましく、こちらの領土は見事に回復されつつあります。実に国取りは順調であると言えるでしょう。拡大しつつあるセラフの新規領域の全てとはいえ、順次拡大している以上はあくまで現時点での全てではありますが、それを含むセラフの全領域のうち、秦王が掌握し領土としたものはおよそ 80% ほど。これまでの戦いで東軍はレガリア B 陣営の、失礼、タマモ支配領域の 70% を奪還せしめたのです。全領域を掌握、セラフ統一を果たすためには残り 30% 部分に相当するタマモ支配領域を落とすしかありません。すなわち東の果ての新規領域。すでに7割を落としていたか。なかなかに世と奏者、そして世の将はやるものだな。バーサーカーもライダーも手ごわい敵将であった。かの者どもが合わせて7割のタマモ支配領域を有していたとしても不思議ではない。キャスター目の武将も品切れと見える。となればあとは城攻めだ。最後の国取りを始めるとしよう。奏者よ、よいか、何か意見があれば聞くが。
我がマスターの了解も得た。では良いな、将たちよ。今回の遠征で、あのマギツネに灸を据えるのだ。神王、その前に一つよろしいでしょうか。うん。どうしたガウェイン卿、天然のくせに妙にかしこまるでない。他の者より3倍不吉ではないか。それはご容赦いただきたい。何しろ昼間ですから。ああいえ、そうではなく、神王、我が不安をお分かりいただきたい。以前かの領域の周辺を私が偵察した折のこと、強烈な魔力を感じ取りました。あれはまさしく、もったいぶるでない。まさしく、なんだというのだ。我がホームたる太陽の聖剣ガラティーン、その力に近しい膨大な魔力でありました。おそらくは相当に強力なサーバント、それも太陽に由来するものが待ち受けているはず。剣を焼き、技を焼き、全てを焼く強大なものが。どうか進軍にはご注意を。レディーごと倒されては私たちの立場がありません。まったく、どちらの心配をしているのだ貴様は。まあよい、進言として受け取っておく。恐れ知らずのガワイン卿がそこまで言う相手だ。慎重に対応するぞ、ソーシェイ。はい、ギャラリーに新要素が追加されたと。なるほど、まあいいか。こたびの国取り、まずまず順調に進んでいると余は思う。これも我がマスターと進化たちのおかげだ。しかしこれは聖杯戦争とは違う、領地を取り合う大戦だ。余はそなたの体が心配だ。無理をさせているのではないかとな。そうか、そうであるのなら余も嬉しい。では余も全力でその信頼に応えねばな。そなたとよ、二人でこのセラフをかけるのだ。勝利をつかむため、よろしく頼むぞマスター。お、なんかまだある。しかしいくらか気になることもあるのだ。そなたももちろん覚えていようが、他でもないキャスターの元にいる二人目の奏者についてだ。妙に儚い仕草で青狐の傍らにいたが、うむ、そうだな、奏者の言う通りだ。案ずるよりなんとやらだ。世は常にそうしてきたが、こと奏者が絡むと臆病になる。注意するとしよう。その通りなのだが、近いな奏者よ。やはり今のそなたは情熱的なのだな。不意に見つめられ余も照れてしまった。だが今の言葉で余も吹っ切れた。キャスター目の奏者もなかなかの奏者ぶりだが、余の奏者の奏者ぶりにはかなうまい。奏者はいつにも増して魅力的だ。まずはそれをキャスター目に見せつけてやるとしよう。お、なんだ。
ふう、時に何の前触れもなく雨村に攻勢に出る世なのであった。日々の戦いご苦労である。世がこうして膝を枕代わりにするゆえ安心して眠りにつくがよい。うん、そうだな。どうであろう奏者、ならば子守歌の一つでも歌うとしようか。それとも寝物語として月の聖杯戦争における武勇伝をいくつか語り聞かせるとしようか。よし、では世のとっておきの歌を披露しよう。ローマの幼子すべてが知るものだ。芸術の神ミューズよ、我が喉に宿れ。月の神ディアーナよ、夜に響く歌を許せ。さあ、神ソロムルスの名のもとに全力で行くぞ。まだ4番だというのに、そなたは奥ゆかしいのだな。この寝た子と宴とコロッセオは10番からがいよいよ盛り上がるのだが。うむ、世の歌が気になりすぎて眠れないというのも酷な話であった。5番から先は次の楽しみにとっておくがよい。今は体を休め、ゆるりと夢の国に旅立つ時だ。よし、では、バトルいきましょうかね。サイドミッション、お、なんだこれ。あー、なるほど。へえ。あ、全員受注。あー、なるほどなるほど。これでいいかな。絆登録がよくわからんけど、行きましょう。おまむらに十分注意されたし、なんか戦場には私と同じレベルの聖剣使いがいる模様なーどとガウェインめは言っていたが、胸がたぎるな。太陽を相手にするのはこれで2度目だ。アポロンの輝きとミューズの輝き、どちらが上か今度こそ見せつけてくれよ。臆することなどあるものか。そうであろう奏者、世の輝きは中天の日にも決して劣るまい。ヴィーナスと来たか。いや否定はせぬが、それはさすがの世も照れるというか臆するというか。以前のそなたからは決して出ない言葉ゆえ、危うく心臓が止まるところだった。そなたは世をどれだけときめかせれば気が済むのだ。まったく、これでは一刻も早く半身を取り戻さねば身が持たぬ。
世の方はほてってしまって、まさにアポロンさえ超える灼熱を生み出しそうだ。夏美だ、奏者。何かがいる。人目がないからと、よくもまあ堂々と。私は計算高い欲深さですが、あなたの爛漫な欲深さには苛立ちを覚えます。血の涙の果てに私が望むものを持ちながら、あなたは無邪気に言い放つ。半身を取り戻す、この私のマスターを。それが聖サーヴァントの余裕というものでしょうか。いいえ、今この時にあってはあなたこそ泥棒猫、私から愛を奪おうとするトゲ道。いよいよもって遊びは終わり、縁も竹縄幕引き上等。積年の恨みと愚痴のしをつけて叩きつけてやりましょう。ふん、それはこちらのセリフだ、キャスター。せっかくの世と奏者の大好きローマシビライゼーションを邪魔してくれたな。おとなしく残りの領域を返すがよい。今ならまだ禁錮刑20年で許してやらんでもない。やれやれ、苛烈なまでのその余裕。ムーンセルに選ばれたのはあなたではないというのに。ま、時にその愚かしさが羨ましくもありますけど、たまもどんなに夢見る良妻に徹しても持ち前の知恵が働いてしまうというか。ま、それはそれ、これはこれ、まさかの快進撃もここで打ち切り、お家断絶。私の尻尾の一振りでちっちゃな帝国なんて吹き飛ばしてみせましょう。貴様こそ覚悟せよ、キャスター。どうあれ共に戦った身、戦いたくはなかったが、過言なく全力で倒してやろう。王さ、望むところです、バカ皇帝。決着を伸ばしたのは私の右上、これよりは無常の羅刹となりましょうよ。というか、言うにことかいて太陽より輝いてるとかもう許せねえ。輝くのは私の尾だけで十分です。二つの太陽がもたらす圧倒的火力と灼熱、その身でたっぷりじっくりお受けなさい。身の程を知れって言うんですよ。それまでどうかご辛抱をおば、囚われのご主人様、もう一人のご主人様。ダメだぞ、色目を使うでない。そっくりそのまま返して差し上げます。それでは採用にてお待ち申し上げます。あなたがたどり着ければの話ですけど。招かれちゃった人がいらっしゃるようですね。絶対行く。手はず通りお願いしますよ。手はず通りに進めよ、セイバー。俺がお前の相手になろう。違う。あら、うん、あら、こいつはドビッティのライブ、あん時のやつじゃん。これ3回使えたかな、使おうか。ダークエリア、エリザか。でけえの倒したいな。オッケー、ダークエリザー。頭痛い。
R3 を押すとあれか、敵のボスの方向にカメラが向くんだ。お、勝った。どうや。勝者よ。このエリアもそなたに捧げよう。いい成果を出したようだな。このね、聖書飲むってやつもあったから。絶対に認めないんだから。やはりキャスターの罠か。サーバントへの接近は時期尚早だ。フラント。もったいねえ。今回しとこう。戦隊デキュとは我が王を見る思いです。素晴らしい。お、サイズミッション達成。このあいつだ。こいつを倒さねばダメだ。飛ぶなんか必要だぞこの野郎。オーケー。フラント赤いせよ。あとね、向こうにまだいるな。こっちのこれなんだろう。あ、いたいた。よし、今回で止めよう。領土が広がりましたね。お見事です。しようよ。解放完了。ワープがね、いつでもできるね。これ、まだ閉じた。誰だこいつ。俺の相手はお前。カルナ。まずは雑敵を倒してゲージを増やそう。ここは戦場。キャスターの策も間違いではない。こちらも役目を果たすとする。外に出たくは使いやー。もう全部使う、ここで青ゲージ全部使う。勝った。しゃあ、どうや。
次は？お、来た。強制的に敵を出すやつ。ポータル出現。あ、ないね。私も思う。軽く腰を上げましょう。いらっしゃいまし。哀れな賊ども。私が直接蹴散らしてあげましょう。ここら辺やね。あ。こいつを倒さんと。オーケー、敵を倒す。目覚ましい戦いぶり。このガウェイ獲得しました。困ったのあったね。じゃあ行こうか。玉もいたね。ここで終わらせます。お覚悟を。おとなしく降伏せよ、キャスター。神王は世に任せるのか。うら。玉も先に攻撃してもいいんだけど、ゲージを貯めたいんだよな。この程度の予感にバチ豆腐にぬかに釘、焼き石に念仏必要だ。セイバー交代。オッケー、命中。たまもなんかに、ね、絶対負けないぞ俺は。いいアイテムないかな。命中。落ちちゃかったー。キャー。トロフィーゲット、千年鏡の制圧。あなたが強いわけではないのです。こいつがこの章のボスかな。あ、この章じゃない、この辺のこのセイバー編のボスじゃないかな、ラスボスかな。お、さあクリア、クリア、やった、クリア、クリア、よし。
勝負あったな、キャスター。余と奏者の勝利である。なぜ こんなはずではなかったのに。また私は叶わないのですか。今度こそ陰から陽へ、そう望んだだけなのに。いざ覚悟、キャスター。なんという池玉。落ち着いたらセイバーさんのところに行っちゃうんじゃないかな、などと疑ったばっかりに。たまものバカバカバカ美少女バカ。もっと二人の絆を信じ、セラフの未来なんて気にせず新婚生活を送っていれば、私たちだけでも超ハッピーだったのに。封印していた本性とか無理に出すんじゃありませんでした。未婚。キャスター、貴様。でもそんなご主人様も素敵です。ことここに至って私惚れ直してしまいました。私も覚悟を決めました。生きるも死ぬも影に回るも二人の定め、世もつ平坂の果てさえも。かつて狭間で告げた言葉、今ひとたび最後に言わせてくださいな。私は幸せでした。待て勝ったのは世だぞ。ここは花吹雪と歓声が鳴り止まぬ場面であろう。なのにどうして我が奏者と貴様の最後の告白をたっぷり見せつけられねばならんのだ。そうは言われましても、ご主人様が私と共に倒されるというのですから、私も涙を飲んで。よちらり。なんと卑怯かつ的確な攻撃か。分かった、命までは取らぬ。これでは世の方が悪役みたいだからな。セイバーさん、ということはつまり。わかっているくせに問うでない。王としての勝負は世の勝ちだが、サーヴァントとしての勝負は貴様の勝ちだ。これよりあとは貴様も世の臣民となれ、キャスター。よいか、臣民だからな。レガリアはきちんと回収するからな。もう一人の奏者を奪うかどうかは他に手立てがないものか探ってからでも遅くはない。要はその要は寛大な皇帝にして神王である。ゆえに。さすがはムーンセルに認められた正当なる王、セラフの再統一おめでとうございます。失礼いたします、神王。レガリアの再統合にはシステム技師たる私の固有スキルが必要となります。そのためこうしてはせ参じた次第。ぶしつけをお許しいただきたい。それは構わぬが、気を流行らせたか。二つのレガリアを持ってすぐに戻るというのに。キャスターよ、依存ないな。貴様のマスターはひとたび預けるが、王権たるレガリアは世のものとする。仕方ありません。キャスター、賜物前。さあ、あなたのレガリアを速やかに神王へ渡しなさい。どうかお喜びいただきたい。レガリアが一つとなれば、時を同じくして分かたれたあなたのマスターもおのずと一つとなりましょう。消滅の危機は免れるのです。今こそ神王の全てが取り戻される時。何？それは誠か？はい、無論です。いえ、当然の帰結と言うべきでしょう。
ではレガリアを一つに戻し、待って待つのだ。ならば今ひとたびキャスターと話さねば。すまぬキャスター、そういうわけだから我慢。いいえ、冗談はそこまでです。大事な人が消えると分かって誰がおとなしく従いますか。セクなバカ者。なんかこういい感じの解決策があるはずだ。な、そうであろう、そうしゃよ。いただき、ミコ、ラッキー、棚からエリクサ、ひょうたんメイデン、レガリアモーライっと。貴様、何をしているのです。ダークエリザベート、本当に諦めていなかったのか。貴様、ダークエリザ、もしくはダークエリ、いいえ、いいこと。あなたたちにこれは似合わないわ。だってねえ、あんたたちふぬけたのにも程があるんじゃない。それでも私と同じ繁栄湯なのかしら。増えちゃったコリスを一つに戻すなんてナンセンス。だって私は何人いても超オッケーなんだもの。わかる？むしろ鑑賞用、恋人用、食事用としていっぱい欲しいぐらいだし。わかる？つまり私が一番信用にふさわしいサーヴァントってわけ。支配者とは冷血、無慈悲、無関心を通せるもの。貴族である私にこそ支配の王権はふさわしい。さあ、誰も彼も平等に愛してあげる。生ける屍になる寸前まで甘く優しく血税を絞り取ってね。ねえ、これって私に新しい力が備わる前振りよね。ねえ、まさか資格のないものがつけたら天罰が落ちるとか、それ系の反応じゃないわよね。いやー、違うの、指輪のサイズが合わないだけなの。私だってメインサーヴァントなんだから。いや違うな、ものすごく違う気がするぞ。エリザベートよ、悪いことは言わないから。それを外せ。嫌よ、死んでも嫌。やっとセンターに立てるんだもの。でもちょっと眩しすぎるから外すわ。外れないわよこれ。魔力の暴走、資格なき所有者への防衛機能か。ならば、あ、今のうちにご主人様お早く。こちらです。なんと上際が悪かろう。一応我らは和解したのだ。この後に及んで尻尾を巻くなど。何をおっしゃるのでしょうか、セイバーさん。私確かにレガリアは放棄しましたから、よろしいでしょう。問題あります？こちらのご主人様についてはご安心を。それはもう大切に大切に、誰の目にもつかない場所でたっぷり愛を交わさせていただきますから、そちらはそちらでご勝手に。セラフの王でも何でも存分になさいまし。でもこれで勝ったと思わない方が身のためです。問題は何も解決していないのですから。待て、言うだけ言って消えるのかバカ者。何よ、もう知らない。何がレガリアよ、何が王権よ、くったらない。私の輝きを支えきれない指輪なんてどうせ偽物、夜祭りのバッドタイよ。
ムーンセルの度量も知れたものね。次はもっと質のいい指輪を用意するといいんだわ。本当、これっぽっちも悔しくなんかないわよ。バーカ、バーカ。バーカはそちらだ、エリザベート・バートリー。貴様というやつは何のために存在しているのだ。バカな、これでは意味がない。レガリアを所有する2社の衝突の果てにこうも奇妙な結末が待つはずはない、ないのだ。砕け散るだと、ありえない、ありえない。システム更新は正常に行われなければならない。なぜ破壊など起こり得る。王権の完成なくしてはシステムの更新もありえない。ならば逆説的に、すでに王権は完成されている。二つに分かたれようと、一つに統合されようと、機能を果たすというのか。いや、いや、事実として神王の王権は未完成。バカ者、今窮地にあるのはそなたの方だ。分かっておらぬのか。二人目のそなたを逃してしまったのだ。つまりそなたが消滅してしまう可能性はまだそっくりそのまま残っているのだ。自分で言って夜も泣きそうになってきた。まったく、そなたの微笑みはすごいな。泣きそうになったよが一息で落ち着いた。うむ、では余もすべきことをするとしよう。いつまでもここにとどまる理由もない。アルキメデス、ガクシ殿、ショックなのはわかるが大概にするがよい。まずは余の自陣へ戻るぞ。あれこれと起こってしまったことはもはや仕方ない。事前の策を考えるとしよう。御意、取り乱してしまい申し訳ありません。何？セラフの統一が果たされたことは事実。そう悲嘆に暮れるのは早いぞ。これは決して落胆交じりの帰還などではない。孫をことなき凱旋だ。胸を張り、太陽をも超える輝きを伴って。所有している世と同じレガリアを。私は大王である。私は破壊である。星より降りて蹂躙を果たさんとするものである。破壊の
剣の一振り、神明解放なしでこの威力。これではまるで竜種、いやもはやそれどころの話ではない。なんだ、真っ赤アルテラ奏者、そなたが言ったのか。いや、そなたではない。よく似た声ではあったが違う。かの白色の英霊にアルテラと呼びかけた声は世の傍らのそなたではなく、あの暗がりの先。姿を見せる自由は与えていない。私の言葉に逆らったな。よう知らぬというのか、奏者よ。まるっきり記憶にさえないと。精神であれ魂であれ、二人の奏者は名を思い出せずとも記憶はあった。しかしそなたはそれすらないというのか。共に戦ったよう、共に戦ったサーヴァントを忘れたのか。マスター。女、我がマスターに声をかけるな。それは私だけが受け止めるべきものだ。奏者よ、動機を。世と一体となるのだ。急げ。いやー、いいところで終わったな。ちょっと続きしたいんですが、動画の関係上、時間の関係上、ちょっとここで一旦終わりにしたいと思います。ここまでね、ご視聴ありがとうございました。パート4かな、続きは。お楽しみにしててくれると嬉しいです。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。